はい、皆さんどうも、Kです。今回はですね、昨日このね、軽さの継承と進化ということで24ルビアス、これがね発表されまして、僕もね視聴者の方から教えていただきまして、うんっていうことで完全初見でね、このサイトを見ながらああだこうだ言ってたんですよ。で、視聴者の方にね、まあもう本当に初見なんでバーッと見ながら動画撮るんでね、見落としてる部分であったり間違ってる部分あったら、また他にもね、この機種に関してはこう思うとかね、そういうコメントちょうだいよということを言っていたらですね、大量にまたいただきまして、まあ、ありがたいことにね全部読ませていただいたんですが、それに対してねまたコメントをお返ししていきたいなと思います。はい、こちらですね。で、早速なんですが、ちょっと重要な、あ、これ間違っとったなというところがありまして、失礼しましたというところで、その指摘いただいているコメントを先にちょっとピックアップしますね。はい、これですね、番手解説がめちゃくちゃなので整理しておきますと、まずダイワの汎用機のボディサイズの種類は基本的に LT1000、LT2500、LT3000、LT5000 の4種類と。で、LT5000 はセルテのみ、そうですよね、汎用機と SW の間を埋めるボディサイズなんで、実質3種類と考えればいいですと。まあ、この3つってことですね、1000、2500、3000と。で、ややこしいのは24セルテのみ1世代前と同じ表記で、他の3機種は新しい表記に変わったという点です。まあ、要は FC がなくなったよね、22グジストからね。で、24セルテには PC はなく、他の旧シリーズにあった FC が存在しますと。あとは C もありますね、と。で、24セルテの表記はシマノに似ていて、FC にせよ C にせよコンパクトボディ、すなわち、C3000 番なら LT2500、そして FC2500 番なら LT1000 のボディとなります。ちなみに C と FC の違いはラインローラーのマグ、これマグシールドの話ね、の有無かと思います。しかし、22イグジ、23エアリティ、24ルビアスに関しては、FC や5000以外の、あ、5000C ね、5000C 以外の C はなく PC が存在しています。つまり、上の3機種については、例えば、無印の3000番がコンパクトボディ、すなわち LT2500 のボディで、PC3000 番が LT3000 のボディだということです。これね、もうぶっちゃけこれ文章を読んでると思うの、何のこっちゃっていうことだと思うんですよね。うん、まあ、要は、24セルテの3000番とルビアスの3000は別物ですっていうことですね。まあ、ちょっと見ていきましょう。はい、これ24ルビアスのページなんですけれども、まあ、昨日ね、こうバーッと僕流れるように間違ってたんですけども、このね LT2500SXH の上がこの PCLT2500 じゃないですか。だから2500よりも大きいボディで、ちょっとパワーがあるよっていう風に確か機能やってたと思うんですね。ただ違うんですよ、前の FC に相当するのがこの LT の2500なんですね。だからまあちょっとちっこいんですよ、これが。で、前はここに FC でついてたの、FC はないけど24ルビアスではこの LT2500S の XH を買えば、同じに相当するということになります。今喋ってるけどこれもうよくわからなくなってきてます。で、ちなみにこの PC2500 っていうのはこれ何かっていうと、これは2500ボディなんですよね。うん、だから2500ボディ、2500ボディで、これも LT3000 の H なんで、これ2500相当のこのボディに3000のスプールがついてる。だからこれが C3000 なんですよっていう話で、この PC3000 になると3000番のボディとなり、ちょっと大きくなるよっつう話ね。だから LT の4000番ボディっていうのはないですよってまたコメントいただきましたけれども、そうなのよね。これだから1個下の3000ボディだっつ話で、こっちもそう。CXH、まあ、コンパクトボディの C がついてるんですけれども、コンパクト1個番手小さい4000ボディかな。でも4000ないからこれだよっつ話ね。うん、で、これ重さ見るとね、一目瞭然なのよ。で、これ PC の LT2500 の H と LT3000 の H。これめっちゃ似てるよね、自重。まあ、これスプールの違いとかだと思うんですけども、そこから PC の LT3000 になるとぐっと重くなるよね。これはボディが変わってるってことなのよ。だからこれが正しい、まあ、認識であるということですね。はい、失礼しましたと。番手はこんな感じ。まあまあ、でも僕が買うのは多分これになるかなとは思いますね。はい、これですね、ボディ側の基本設計が、20とほぼ同じだろうから4000ボディはないかと思われますよと。モデルによって FC と LT、LT と PC と呼び名を変えるのはちょっとややこしいと書いてるんですが、その通りですね。失礼しましたと。僕も返信してるの、これ。あ、そうそうそう。こんな感じですね。もう内容はさっき言った通りです。はい。4000ボディはございませんと
ということですね。だからこの 5000DCXH は4000ボディに5000番のスプールがついたんじゃなくて、こっちの3000のボディに5000のスプールが、はい、まあそういうことですね。はい、というわけでコメントをちょっとところどころね拾わせていただきます。24ルビアスやばいっすねと、見た目と軽さだけで購入決定、バンフォードも気になるけどと。まあそのダイワの使い心地とシマノの使い心地、同じ軽量軽快に振ったモデルでもやっぱり違いますから、これは正直ねもう好みで選んでもいいかなと思います。今日はこの動画上がると思いましたと。ラテオにルビアスはシーバススターターセットですね。こうそうなのよ、うん、まだ僕ねこれ今ラテオチェックしてないのよ。この後ちょっとチェックしようかなと思います。24ルビアス LT2500SXH 予約しましたと。はい、もう仕事のようなスピードまるで仕事かのようなスピード感と、ギアがマシン化とタフデジギアにグレードアップされてますねと。これですね、超超ジュラルミン製のマシンカットタフデジギアと。24ルビアスに搭載される超超ジュラルミン製、タフデジギアは冷感鍛造で高強度に仕上げた素材に高精度なマシンカットを施すことで理想のギアを実現。これはですね、上位機種にも入っておりますね。特にドライブギアへの負荷が大きい中、大型ボディの5アイテム PC の2500ですね、 LT2500 と LT3000、 これあの2500、これと一緒ですからね、ボディサイズね。そして PC の LT3000 と LT4000、 LT5000D には特殊表面処理を行い、ギアの表面硬度を高めることで不意の力がかかることによって引き起こされる悪影響を低減と。おお、だからちょっとね僕の、ルビちゃん、20ルビちゃんですね、若干コリコリっとしてるんですね。それがちょっと低減されるといいなと。巻き心地とかもすごい期待したいですね。20ルビアスってね、巻き心地まあ良かったのは良かったんですけど、ちょっとね、スカスカ感があったんですよ。うん。今回ちょっと期待したいですね。耐久性ももちろんですけど。もう少し金出したら24セルテだけど、軽さ重要視するならルビアスって感じかな。そうなんですよね。まあちょっと用途がね、若干違いますからね。ただ、やっぱダイワはね、ローターが軽いので、うん、ボディによってその用途を分けるっていう感じになるよね。ロッドを選ばないシンプルなデザインでベールを倒した時のカチカチ音ね、これ鳴るのはいいなと。そうなんですよね、エアドライブデザインになってからベールを倒すとカチッとなると。だからあれが鳴るだけですごくね、まあ、若干警戒感落ちるかもしれないけど、いいもの感あるのよやっぱり。うん、でバンフォードは相当頑張らなあかんということなんですけど、まあ、バンフォードに期待したいのはやっぱデザインですよね。ちょっと今赤と黒ですからね、うん、もう少しこう赤の面積が減ってくれると、ちょっとロッドにも合わせやすい統一感のある組み合わせができるんじゃないかななんて思いますけどね。まあどうなんでしょう、バンフォードね、出るんじゃないバンフォード。だってこれルビアスとバンフォードもバチバチにこうぶつかってくるね、セッティングというか、お膳立てもされてるような状況ですから、出さないわけにはいかんでしょう、これね。あー、ルビアス STSF。これはやっぱエアリティぐらいの特権になりそうな気がしないでもないけどな。うん。エギングでセルテイと行こうか迷ってたけど、セルテイは4000番欲しいし、エアリティは買えないから、ちょうどよくて、軽いルビアスずっと待ってたと。正直前作はエアドライブが入ってるレグザとかレガリスより巻きが重かったし、見た目も好きじゃなかったから最高と。これでだから正真正銘このルビアスくんがもうコスパの超筆頭になったということですね。24ルビアスの価格が20ルビアスより約1万高くなってると。まあこれですね、値段はまあ上がるのはしゃあないとはいえ、これ実売ベースでかな。はい、ルビアス見てみましたけど、まあ3万前後と、いろんな番手見たところね。こちら釣り吉さんっていうところちょっと引用させてもらいますけれども、価格ですね、まあ実売ベースでどうだろうな、アマゾンで言うと、まあ税込みで少し上がったかなぐらいじゃない？3万1000円の税別に、税込みでも3万4000円、3万5000円ぐらいか。アマゾンで見ると、このぐらいの価格ですからね。まあまあ、5000円ぐらいは上がるかなっていう感じかな。エリアトラウトをしている自分的にはリールの事情は一番重視してて、2000番が 145g だとバンキッシュと同じで、オールシマノ派の自分も初めてダイワ機種として手を出してみたいなと。
バンフォードコンプレックスが 145g で出してくると即買いだけど、多分150-155、まあでしょうね。はい、そう思います。エアリティでいいやと。まあエアリティ持ってる人は本当にそれです。はい、ルビアスとエアリティどちらが費用対効果あるのでしょうかと。これね、近いですもんね。エアリティに搭載されているのがほとんどルビアスにも搭載されており、ベアリングは直でこう、追加すればいいだけなんで、ルビアスの方がいいと思うのですがと。価格差もどれぐらいあるかよね、これね。実売で、まあ店舗とかでいろいろ出始めると。あー、エアリティ5万か。これは、ルビアスかもね。K さん、ラテオも来てますよと。ラテオね、ちょっと今からこれを見ますね。従来サイズの2500番が欲しければ PC2500 を選択かと。LT2500 ならボディは1000番ボディだということかと。まあそういうことですね。従来の2500番は PC に相当するっていう。はい。これちょっと僕がね、勢いでビューンって言っちゃったんですけど、僕が間違ってると失礼しました。シマノはパワー系とクイックレスポンス系で分かりやすいけど、台湾は分かんねえと。台湾はややこしいと。でコメントで、大まかに言っちゃうとアルミローターのソルティガーか他全部かぐらいしか違いないねと。まあボディの構成的にはそうですよね。まあボディが強いか重くて強いかで、あとは軽くて軽快かで、ローターは一緒っていう感じですからね。基本的には最近のダイワのリール全部同じに見えるんだけどと。まあまあ同じではないかなと思うんですが、いやただでも似てるよね、ぶっちゃけ。このルビアスに関してはST のエアリティとかなり似てるから、そこもね、どうなんだというところ。まあでも、無難ではあるよね。ST がマニアックすぎたんで、そんな売れてないとは思うから。ってなると、来年の目玉スピニングは何になるかねと。そうですよね。ルビアスも来ちゃったからね。ってことでコメント見ると、うちの店最近ソルティガが入荷してませんと。ソルティガのでっかい方だと思うんですけどね。うん。ここにもね、ソルティガの8000から上です。間違いないですっていうコメント来てますけどね。いやー、でもソルティガ来るなら、ステラも来るんじゃない？どうなんだろう。なんか最近ぶつけてくる傾向があるから、わからんけどね。メーカーから新製品出るたびにハイエナみたいに動画出して稼ごうとするんだな、ハート。まあそれは YouTuber ですからね。うん。もうここで、まあ道具系の動画出してるなら、ここで出さない。何しとんねんと。甘いこと言ってんじゃねえ。でもそういうレベルになってきますから。がっつり出しまくっていかないといけないわけです。はい。ノントラブルって台湾の蒸発リンクさと。そうなんですよね。はい。シマノの三つ巻きはなんかトラブルだの、トラブらないだので、ちょっといろいろ言われてますからね。うん、まあ、この価格帯に関してはね、バンフォードもおそらく三つ巻きは搭載されないと思いますから。ただまあ、台湾の売りとしてはね、やはりノントラブルっていうところはあると思う。ルビアスの値上げ幅がえぐいっていうと、まあ、実売でどうなんですかね、結局店舗に並ぶときはね。はい。ってな感じで、コメントをたくさんいただきました。ありがとうございます。まあ、僕もね、ちょっとこのルビアスは、もちろんながら購入させていただきたいなと思いますんで、前作のね、FC の2500を持ってるんで、今回は LT の2500を買って、ちょうどね、大きさ一緒ぐらいで合わせて、比較をするということをやってみたいなと思っております。皆さんはね、何の番って買われます？まあ、ここは我慢して、エアリティを買うのか、もしくはシマノのバンフォードを待つのかと、まあいろいろありますが、その辺もね、またコメントでお聞かせいただければなと思います。それでは楽しみに待ちましょう。 K でした。